今から10年以上前に兄所有のマンションの玄関で撮ったチェキの写真です。トレードマークの真ん中あたりに黒い斑点みたいなものが見え、よくよく見ると小学生の男の子の白黒画像に見えたので不思議でした。日中に撮影したのですが、初期のチェキなのでそんなもんだろうと思っていました。他のチェキ写真もあまりは暗いので、この写真どうでしょうかってことです。この真ん中ですね。心霊ではないです。心霊の場合、こういった光、黄色い光が出ないんですよ。あと黒いものと一緒にならないので、まあ、心霊ではないと思ってください。安心してください。大丈夫です。大丈夫ですか？はい、はい。綾野さん、この写真は私の母が若い頃水族館に行ってシャチのショーを写真に撮った時に、シャチの頭部分にドクロが浮かび上がっていました。母がショーを見ているときはシャチの頭には何もなかったと話をしていました。確かにドクロっぽく見えるんですけど心配ないです。はい。仮にこれ、まあ、あのお母さんがなかったよって言ってると思うんですけど、映っていた場合でも安心してください。大丈夫です。写真に写ってますので、はい、心配ないです。はい、ありがとうございます。泉さん、心霊写真かなと思う写真を2016年に富士急ハイランドで撮影しましたので、見ていただけたらありがたいです。真ん中の女性の右足が消えていました。消えてますね、足。それよりも気になったのがここの上でして、何が見えます？本人の手ですかね。これは不自然がありません？うん、でも手ですね。足が切れてますね。まあ、心霊写真ですけど、撮ったのが2016年ということで、もし悪い影響を与えるんであれば半年以内に出るんですよ、心霊写真って。遅くても今現在ないってことですので大丈夫です。どんなことが起きるんですか？あの、病気に注意とか、みんな半分に気をつけなさいよっていうになりますけど、見た感じその悪い例ではないですし、はい、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。京紀さん、以前住んでいた家の中の玄関の前で撮った写真です。撮った当時私は気づいてなかったのですが、最近前の写真を見ていたら偶然見つけて、ないはずの子供のような小さい子供の手が私の左肩に映っていました。
以前私は赤ちゃんを下ろしており、赤ちゃんを下ろしたのはこの写真を撮った時よりも前なので、もしかしたらその下ろした赤ちゃんの手かなと思ったんですが、今までこんなはっきりと人の手が心霊写真みたく写ったことがないので、ぜひ見ていただく送りました。悪い例でも良い例でもどうしても写ったのか教えていただきたいと思います。これですかね。そうですね、きっと赤ちゃんの指にして大きいんですよね。この指だけだと判断ができにくいんですけど、うん、悪い例ではないんですよ。むしろ生きている、まあ、手っぽいんですけど、まあ、生きている人っぽい手なんですけど、悪い例ではないので安心してほしいですし、うん、これは赤ちゃんではないです、うん、赤ちゃんであれば、3本ではなく5本ちゃんと映るんですよ、指って。この3本が映る場合は、失礼ですけど、ここのお家とかお家付近の例になりまして、うん、悪い例ではないので先祖系とかっていうふうに思っていただければと思います、うん、はい、大丈夫です。なるほど、ありがとうございます。チョビさん、今日岩木山っていうんですかね、岩木山神社の足湯にて撮影しました。子供の足の方に白いもやが映っており、それが顔に見え心配になり送りました。よろしくお願いします。これ顔でしょうね。これは割り入れになりますね。言うと、顔ですか、それ どこが目あって、目があって、はい、ここ、まあ、これが髪の毛でしょうね。目があって、目があって、まあ、これが輪郭になります。で、髪の毛、はい、こんなにはっきり写って珍しいです。悪いものですので、うん、できれば近くの神社ではなくお寺に行って供養していただいた方が一番安心かと思います、うん、何の例ですか。見るとまあこっち系かなと思います。こっち系で亡くなった方がついてきたのかなと、うん、この霊が女性の霊でして、うん、羨ましそうに見えてついてきたと思います、うん、仮に、まあ、いるケースもありますので、うん、近くのお寺に行ってお経をあげてもらうことが一番のおすすめだと思います、うん、写真を持って行って、はい、現像して、うん、でその携帯の中の写真もお寺の方に見せた方がいいと思いますので、うん、お願いします。なんでお願いすればいいんですか。こういう時は変なものが映ってしまったので、うん、供養してもらえましょうか、うん、供養してくださいって言うとお寺の方は供養してくれますので、うん、安心してください、うん、こういった時には宗派は天台宗か真言宗の方が非常に強いです。密教がありますので、ぜひそちらの宗に行ってください。